とダメな行動とか、はい、まあ、困った行動ということで、はい、今日、挙げるのは物を投げるということで、落とした後に子供がどうやってこう見ているか、幼稚園に入園してくる子供、はい、本当に折り紙やってないんだなと、今の子供たちっていうのは、はい、この握力とか、はい、それからまあ指先を器用に使う機会っていうのはすごく非常に減っているんですよね。指先っていうよりはもう全体でこう押して開くみたいな、あと引き戸とかね。ああそうですね。なのでこう指を押さえて何かをするっていう機会が本当に多くて、あのあと水道の蛇口とか。皆様はじめまして、輝きベビーアカデミー代表の伊藤美香です。皆さんこんにちは、女優の佐藤美久です。さて先月から始まりました輝きベビールーム、この番組は長年の幼稚園教諭での経験を生かし、これからの時代に必要な、教育方法を確立した全く新しい乳幼児教育のカリスマ先生伊藤美香さんが、このラジオ番組を通して実際に子育てに悩んでいる全国のパパやママに届けたいというコンセプトの子育て支援番組です。ラジオをお聞きの、悩める新しいパパママに向けて、乳幼児教育カリスマ伊藤美香先生による過去の豊富な経験事例やエピソードをもとに分かりやすく、解説、生活の中でのヒントなどをお伝えしてまいりたいと考えております。はい、改めまして一般社団法人輝きベビーアカデミー代表の伊藤美香です。私はやはりみんなが幸せになったらいいなっていう思いでねやってきたんですけれども、まあ、幼稚園や保育園などの現場で子どもたちを見るにつけ、まあ、本当に子どもたちの才能って素晴らしいなっていう気がつくことが多かったんですね。でその子どもたちの、まあ、本当に言葉にならない才能っていうのをたくさんの人にお伝えしたいなと思って活動してきたんですけれども、まあ、今回はこうラジオとしてあのまたリスナーの皆様にお届けできたらいいなと思っていますので、まあ、みくちゃんの力も借りながら、はいはい、頑張ってまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、それではまずは伊藤美香さんの、略歴をですねご紹介させていただきます。伊藤美香さんは神奈川県のご出身で、ご自身の子どもさんがモンテッソーリ教育の幼稚園で素晴らしい成長を遂げたことに感銘を受け、モンテッソーリ教師の資格を取得。このモンテッソーリ教育とは、子どもには自分を育てる力が備わっているという自己教育力の存在を提唱されるもので、この実践として保育園幼稚園勤務26年、また輝きベビーアカデミーの事業などを通して約2万人以上の親子と関わっていらっしゃった日本におけるモンテッソーリ教育の第一人者のお一人でもいらっしゃいます。現在自身のスクールを運営、ママ向けの子育て講座やインストラクター養成講座を開催されていらっしゃると同時に、保育園幼稚園の教員向け指導を行うために全国を飛び回っていらっしゃいます。そして伊藤美香さんと一緒にこの番組輝きベビールームを進行してまいります私佐藤美久は、普段は女優としてドラマや映画に出演参加させていただいております。そしてここ市川うらら FM さんで佐藤美久の女優度誠の間という番組でもレギュラーパーソナリティとして出演させていただいておりますので、この番組同様にぜひお聞きいただければと思います。なおこの新番組輝きベビールームは再編集映像配信版として放送後約1週間程度で YouTube にアップしていただきますので、ぜひ輝きベビールームで検索いただきますようお願いいたします。それではまず初めのコーナーは、こんな時どうする Q&A のコーナー。このコーナーは子どもたちの何気ないいたずらや行動の中に隠された能力や要求を、日々の事例や思わず大人が叱ってしまう可能性のあるケースについて具体的な事例をもとに、美香先生がその研究と経験に基づきお話しいただきたいと思います。それでは早速美香先生お願いいたします。はい、そうですね、大人から見るとダメな行動とか、はい、まあ、困った行動ということで、はい、今日あげるのは物を投げるということなんですね。物を投げる、はい、はい、よく聞きますね。そうですね、はい、お食事の時によく食べ物を投げてしまうとかって言って困ってるお母さんとか多くいられるんですけれども、はい、まあ、今日はこのね物を投げるっていう中でも、はい、まあ、物を落とすというところについてあの話していきたいなと思います。わかりました。はい、まあ、これはね、あの物をこうお食事中にこう食べ物を落としてしまうということなんですけれども、はい、これってね、やはりね、落とした後どうなってるのかなっていうふうに研究しているともいるんですね。なるほど。そうなんです。なので大げさに言うと、この落とす、
ていう万有引力おちょっと難しい言葉が出てきましたけど万有引力、はい、法則を、まあ、研究してるともいるんですね。なるほど、うん、ただ落としてるわけではない。そうなんです、ね、この落とした後に子供がどうやってこう見ているか、はい、落とした後のそのものをねこう辿って見てるんですよね。なるほど。なのでこう上からポトンって大体ね食事の時って高い椅子に乗っているので、はい、高いところからこう物を落としたらどうなるのかなっていうのをねもう本当にこう研究してる。なのでその落とした後に子供がどうやってどこ見てるのか、はい、どんな風に目線を送ってるのかっていうところで、はい、ああなるほどってこう発見することができるんですね。なるほど。その後なんか結構こうただ投げてダメっていうんじゃなくて、はい、研究してると思うとなるほどねってなんかこうちょっとねすごいですねちょっとっていうよりは、はい、っていうなんかちょっとなんか驚きというかちょっと科学者っぽいというか実験を重ねてっていう感じで感じてもらえるかなと思うんですけれども、ただまあこの時に親が、はい、あやめてとかキャーとかって言っちゃうと、はい、今度その反応が面白くてそれでまた今度はその研究してたのが逆にその反応見たさにわざとやってしまうっていうことがこうどんどんエスカレートしちゃうってことなんですね。変わった結果が出てきてしまうってことですね。そうなんですね。なるほど。なのでその時には落ち着いて、あ、なるほど研究してるのねってまずは思った方がいいのかな。すごい、うん、小さいながらに思ってることってすごいですねやっぱり。なので、まあはい、そういう姿が見られたら、はい、この研究するっていうこの研究心を満足させてあげたいのでさすがに食べ物はねちょっとこう、はい、せっかく作ったものを大事にしたいから、はい、なんか違うものでおもちゃとかで、はい、これなら落としてもいいよっていうものをなんかカゴに入れて、はい、でちょっ と高い椅子からこう落としてみるみたいな遊びに変えてもう満足させるまでこう落としたらどうなるんだろうっていう研究をねたくさんさせると、まあ、それが満足した時には飽きてやらなくなるっていうことがありますので、まあ、食事はちょっとダメだけどこっちに変えて遊んでみようねって満足させるといいかなと思います。そこがこうしつけというかう、ね、ポイントになってくるわけですね、はい、なので食べ物はあのやめましょうねってしっかり伝えるってことも大事ですね。なるほど、うん、いやここまでやっぱ小さい子が研究熱心なんだなっていうのはそうなんですよね。びっくりしました。私もなんかそういうのって知らなかったんですけど、はい、よくよく観察してみるといろいろ方法変えたり、はい、そういった目線をねこう考えて見ていると、はい、あこうやっていろいろ考えながらこう発展させてるんだなっていうのを発見した時に感動しました。いやすごいです私もちょっと感動しました。そうですね、はい、そんだけいろいろ考えてるんだなって。そうそう子供って侮れないなって、うん、そうですね本当にそうだなと思いますありがとうございます、うん、今回は物を落とすということについてありがとうございます、はい、では皆さんはいかがだったでしょうか、まあ、意外なところこう子供さんの行動とかこう、うんっていうに対してこう成長のヒントがすごく隠されているんだなってすごく改めて思いました。美香先生ありがとうございました、はい以上こんな時どうする Q&A のコーナーでした。知育玩具今昔続いてのコーナーは知育玩具今昔ということで我々が知っている昔からの知育玩具と、最新開発の知育玩具との違い、今の子育てに必要な知育玩具について情報提供していくコーナーです。まあ、そもそも、知育玩具とは、幼児や児童が知能的発達を促進する玩具または幼児や児童の学習の助けになる玩具のことでいわゆる教材が知識を増やすために用いられるのに対し、知育玩具は考えることや表現することを通じて知能全般の発達を促すことを目的としているそうです。前回は積み木についてお話しいただきましたが今回は美香先生どういった昔からの知育玩具についてご紹介いただきますとともにその効果目的についてもお話しいただけますでしょうか。はい、今日は知育玩具というか、はい、折り紙あご紹介します。懐かしいそうですよね、はい、大人になるとなかなか折り紙なんか足りなくなっちゃいますよね。はい、まあ、鶴は折れててもなんかこういろんなもの忘れちゃいましたよね、はい、ちょっとそこが悲しいというかそうです、ね、あんなにできてたのになっていうのがありますね。はい、でも今の子供たちはあんまり折り紙やってないんですよね。そうなんですか。そうなんです。だから幼稚園に入園してくる子供、はい、本当に折り紙やってないんだなってお子さんたくさんいらっしゃる。
そうなんです、意外です。そうなんです、すごく安いし、はい、チークラングとしてはまさにすごく頭のよくね、なる道具だとは思うんですけれども、はい、なかなかそのお母さんも面倒くさいのか、あのやってらっしゃるお子さん少ないんですよね、はい、でもすごくこの折り紙って脳を鍛えて感性をまあ鍛える、本当にいいトレーニングになるんです。なるほど、うん、なので効果としては、はい、まずこの手指をいっぱい使ってこう折っていくので、この手指がすごく器用になりますよね。以前の放送でもおっしゃってましたよね、うん、その手の使うことがすごく大事っていう。そうなんですね、はい、とかあとはやはり完成、こうあんなの作りたいなって例えば折り紙の本でもこうパラパラ見てて、はい、あんなの作りたいなって思ったりするじゃないですか、はい、なんかそういう完成目指してこうワクワクしながら進められるっていうところも、まあ、こうやっぱり意欲的になりますよね。確かに目標というのがやっぱつきますもんね。そうですね、だからこの完成品っていうのが目に触れないとやっぱりやりたいっていう気持ちにならないんだと思うんですよね。確かにそうですね、だから昔だったら誰か近所のお姉さんお兄さんが折ってるのに機会があったりするかもしれないけれども、はい、今っていうのはなかなかそういう機会がないと、まあ、お母さんとかお父さんがやって折って見せるとか、そういう機会がないとこの完成品に触れるっていうことがないので、そうですね、やっぱり一緒にこう楽しんでできるといいのかなと。あ、確かに。なんかこう難しいものをこう本を見てこれやりたいって言った時に一緒に折ってしまうと、結局はなんか親が折ってしまって、お子さん自分の力でやり遂げられないんですよね。じゃあ自分できないんだっていう風になってしまうってことなんですね。次からなんかできるつもりでもう一回やろうとしても、結局さっきね前回はやってもらっていたので自分でできないと思うとすごい自信なくしちゃうんですよね。そうですよね、確かに。もうやりたくないってなっちゃいますもんね。そうなんです。なのでもし難しいものをやりたいって言ってきたら、はい、これはきっともうちょっとしたらできるようになるけど、今のあなたはここからやった方がいいよって言って、ちょっと簡単なものから、はい、まず自分で折り遂げられるものをこうやって与えてあげるといいのかなって。なるほど、こうちょっとずつこう達成感をそうね、こう与えてあげるとすごくやっぱモチベーションもお子さんも上がってくるってことですね、はい、か自分でできるって思わせるようなレベルのものをこう提供してあげるっていうのが大事かなと思うんですけれども、あとはでもあとのその折り紙の本とかもこう順番に折っていってものが完成するっていう、はいはい、その完成を目指しながら計画的にこう順序立てて進めていくということで、結構これ物事にもこう通用してきますよね。そうですね、大人になってもやっぱり順序よくっていうのは大事ですからね。なのでそうやって計画性を持って順序立てて考えられるような脳にもこう作り上げられていくっていう、折り紙を通して計画性まで、ね、できちゃうってすごいですよね。あとは、はい、うん、例えばあの紙飛行機あるじゃないですか、はいはいはい、先ほどもおっしゃってたあの飛ばすとかっていうのすぐつながってくるんですかね。そうですね、最初はこう簡単な紙飛行機で飛ばしてても、はい、もっとなんか飛ばしたいなと思ってこう複雑に折ったりとか、ちょっと重心をつけるように先を折ってみたりとか、はい、いろいろ工夫するとこうどんどん飛ぶようになる。そういうことがすごく大事なのかなと思うんですね。 そうですね、はい、それもやっぱり研究熱心というところにつながってくるんですね。そうですね、うん、やっぱり誰かと一緒にそれができると一番いいのかなと。すごいです。はい、はい、それとかですね、はい、やはりあの図形を理解して、まあ、折っていくので、はい、この空間認識能力みたいなこと、例えば、あの建築屋さんが、はい、あの設計図が書くみたいな、はい、ああいうこうイメージする力っていうのにもすごい、はい、はあ、通じるようなんです。折り紙って大事ですね。すごく理数系の脳を育てるって感じですよね。あ、大事ですね、確かに本当に。あとは折り紙も色を選んだりとか、あ、その結構100色の折り紙っていうのもあるんですけど、はい、その組み合わせとかもいろいろできて色彩感覚も養われるという。なるほど、もう本当にあの万能なんですね。そして最後の図形とか、はい、その分数とか掛け算までの考え方がこう感覚的に分かるようになると言われています。本当にだからあのこうたくさんねお母さんとこう一緒にやっていただけると、はい、お子様も喜んで、そうですね、こう想像して使えるようになるので、もうぜひおすすめかなと思います。そうですね、お母さんまだできない、あ、これできないなっていう方でもぜひちょっとね頑張って折ってみて、うん、お子さんと一緒にやってみてもいいかなと思います。そうですね、いかがだったでしょうか。やはりいろんな玩具にもやっぱり歴史ありということで、まさに温故知新かもしれません。以上、知育玩具今昔のコーナーでした。
ミクのパパとママへのおすすめソング。さて続いてのコーナーはパパとママへのおすすめソングということで、歌詞などに子育てや、子供へのメッセージなどが入っている楽曲を、私未だ独身で、ちょっとママになる予定はかなり先かもなんですが、新しいパパやママにセレクトさせていただいた楽曲をご紹介させていただき、毎月2回放送ともかけさせていただくコーナーです。今回はですね、小林幸子さんの元気でいてねという楽曲なんですけれども、小林幸子さんって、まあ、はい、演歌歌手のですね、はい、皆さんご存知という、はい、そんな元気でいてねってどんな曲なんですか。はい、これ実はあの映画クレヨンしんちゃんの嵐を呼ぶ猛烈大人帝国の逆襲っていう、クレヨンしんちゃんの映画のエンディングテーマなんですけれども、うんうん、あのこの映画自体がすごい家族愛をものすごくテーマにしている映画 で、うん、で最後そのエンディングでこの小林幸子さんの元気でいてねっていうのは、お父さんお母さんへの感謝の気持ちがこうあの楽曲であるんですけれども、例えばお母さんに対してはあの運動会のお弁当朝早く作って、あの卵焼きまた食べたいなとか、いいですね、はい、お父さんだとお仕事大変なのに早起きして参観に来てくれてありがとう、嬉しかったっていうのがこう歌詞でこう入っていて、なんかほのぼのした感じ、はい、で小林幸子さんすごい透き通ったこう語りかけるようなあの歌声がすごい涙を誘うなというのが、はい、なのでぜひあの映画とともに、はい、ぜひエンディングまで聞いていただけたらなというふうに思います。ちょっと待って、その子育て Now。 改めまして今お聞きの番組輝きベビールーム、担当は伊藤美香と佐藤美久でお送りしております。続いてのコーナーはちょっと待って、その子育て Now のコーナー。このコーナーは従来より正しい重要だと言われてきた子育ての方法について、実はこんな大きな落とし穴があった、こんな大きな問題点や危険性をはらんでいるなどの現代のしつけや子育ての間違っていると思われるものについて、現代の住宅事情、家族構成、文化風潮などと照らし合わせながら分かりやすく紹介解説いただくコーナーです。それでは美香先生お願いいたします。はい、今の子どもたちっていうのは、はい、この握力とか、はい、それからまあ指先を器用に使う機会っていうのはすごく非常に減っているんですよね。あ、なるほど。まあ、こう発育を妨げる便利なものが、まあ、世の中に溢れてきてる、自動のものであったりとか、そういうことになりますね。そうなんですよ。で、まあ、この中世の中っていうのは、はい、まあ、便利なものとか道具がたくさん出てきていて、その家の中を見回しても昔と違って、はい、そうですね、便利になったものが多いかなと思うんですけれども、はい、まあ、この子どもたちの筆圧がそのために低くなってしまっている。筆圧ですか。そうなんです。まあ、その便利なものはなんで筆圧かっていうことなんですけれども、はいはい、あのやはりこのテレビをね使うっていうことが、先ほどもおっしゃっていた、はい、指先とかがこう筋力が鍛えられてないっていうことなんですけれども、はい、まあ、小学校とかの入学の時には、はい、まあ、あの先生がね、あの 4B とか、え、 4B?6B の鉛筆を買ってきてくださいと、まあ、そういうのを揃えてくださいというふうに入学 の、 その説明会でおっしゃるそうなんですね。はい、まあ、本当にあの今 HB の鉛筆も販売が随分減少されていて、はい、文房具屋さんに行くと本当に HB ってあもうなんか数本しかないな、実際にそんな感じなんですよ。私が小学生の時って結構主流というか、ね、HB と 2B が結構主流だったようなイメージありますけど、書き方っていうなんか練習の時だけ 2B を使うみたいな感じで、そうですね、普通の時は HB、ね、はい、普段の授業の時とかは HB だったり、そう、それがもう普通の時でさえその 4B とか 6B を買ってきてくださいという指定があるっていうことなんですね。それだけ力が弱くなってきちゃっているっていう、指先の力が弱いために筆圧も弱くなっているので、はい、まあ、先生としてはこの濃い鉛筆を買ってきてください。あ、その弱い分、うん、ちょ弱い力でも書ける濃い鉛筆。 なるほど、はい、でね、なんでかっていうと、はい、やっぱりこう家の中いろいろ考えていただくと昔と違って、はい、まあ、家の中もあの新しいお家ほどどんどん便利になってるんですね。確かにそうですね。自動のお家のところ多いんじゃないかなと思いますね。まあ、ドアノブとか、あ、まあ、昔はこう掴んでひねって開けるとか懐かしいですね。レバー、そうですね、こう下に下ろすものが多いかなと思います。指先っていうよりはもう全体でこう押して開くみたいな、あと引き戸とかね、
あそうですね。なのでこう指を押さえて何かをするっていう機会が本当に減っている。 あと水道の蛇口とか。確かに今ももう目は上に上げたり下に上げたり、なんかわざわざこう掴んで回すっていうところってもうほとんど少なくなってるんじゃないかな。なるほど。こういうところから普通に日常で使う機会が減っているっていうと、はい、やはり指先をね鍛えていく機会も減っちゃうんですね。はこの指一本一本っていうのは、はい、まあ、実はすごくあの脳にもつながっていて、あ、でもそうですよ、指令を、指令というか指の動きっていうのはやっぱり、そうですよね。手指って大の脳って言われているくらい、指先を使うことでこの前頭前野が鍛えられていくんですよね。前頭前野、はい、はい、でこの前頭前野ってこの頭のねこの前のあたりにあるところなの場所なんですけれども、はい、ここは運動野っていうのもあって、手指を動かすとここがすぐに活性化されます、はい、しかもここには感情をコントロールする機能もあるんですね。なので手指いっぱい動かしているお子さん、はい、まあ、集中してね、はい、いっぱいいろんな遊びをしているお子さんっていうのは、はい、感情もコントロールできると言われているので、はい、まあ、その切れるとか、まあ、感触を起こすっていうことが非常に少なくなる。ちょっとイライラしちゃうっていうところが少なくなる。そうなんです。自分の感情コントロールができるので、なのでここも筋力なので、要はたくさん使えば使うほど鍛えられていくっていうことになるんですね、はい、そうなんですね、はい、なので、はい、やはり普段からこう手指を使う遊び、まあ、さっき言った折り紙とかもね、はい、すごくいいですし、そうですね、はい、あとはお家のお手伝い、本当お料理とかもこうしめじを割くとか、赤ちゃんとかちっちゃくてもレタスをちぎるとか、まあ、そういったもので手指を使っていくらでもできると思うので、あのぜひのこのお台所でお母さん料理立っていても、はい、まあ、その横でちっちゃなテーブルとか椅子を用意してあげて、ボールでこれちょっとお願いねっていうような、まあ、その料理の手伝いなんかもすごくいいのかなって思ったりします。そうなんですね、私ね今結構あの掴んでひねるもの多くてですね、あの和室のドアとかもあのドアノブ、昔ながらのドアノブだったりとか、うんうん、あとは蛇口もあの回すものだったり、あ、あるんですね、はい、あ、それはでも、そうですね、もしかすると私世代くらいのお母さんお父さんのお家っていうのは、うん、もしかしたらそういうのも多いのかな。昔はね、はい、今は本当に現代の、ね、日常生活を見ますと、そうですか、ね、握って回すって他にありますか。なかなかやっぱトイレ行ったりしてもやっぱ自動が多いですね。指先を使うって意識していただけるといいのかなと思います。なるほど、でも指先ってすごい大事なんだなって改めて思いました。はい、手と脳はつながってるっていうのがすごい大事なんですね、うん、あまりね知られてないかもしれないけど、そうです、なかなかわからないですね。そうですね、赤ちゃんだとこうティッシュをねこう出しちゃうとかっていうのも、なるほど、手指使って鍛えてるんですね。もう何枚も何枚も出すんですけど、もうそうやることで掴むっていう、つまむ、なるほど、指先を使っているっていうことで、それをダメダメって言うんではなくて、ちょっとこう見守ってあげて、そうですね、でそういうなんかおもちゃとか、そうですね、作っていくっていうのもすごい大事なんですね。はい、はあ、なるほど。で今回はちょっと筆圧であったり、まあ、この手先、指の手先がすごい、大事というのがものすごく感じました。ありがとうございます。はいはい、また次回も楽しみにしております。はい、皆さんここまでの、美香先生のいろいろなお話、各コーナーでのアドバイスなど参考になりましたでしょうか。もっと詳しく知りたい、美香先生のところで実際に勉強してみたいという、お考えの方はまずはぜひ、輝きビビーで検索してみてください。また、個人的に、勉強したい、してみたいという方はですね、Amazon にて、はい、先生、美香先生の本ですね、今こちらに出させていただきます。映像配信もぜひご覧いただければなと思います。こちらですね、タイトルが、漫画でよくわかるモンテッソーリ教育×ハーバード式子どもの才能の伸ばし方ということで、こちらの本 Amazon で人気ということで、はい、ありがとうございます。はい、はい、すごくあの漫画と、すごく分かりやすく貼ってますので、そうですね、私も拝見さ、拝読させていただきまして、ありがとうございます。私の母も拝読させていただきました。すごい分かりやすくて、あの問題点であったり、こう変えていった方がいいというのがすごく満載で入ってる。そうですね、なんかこう子供がいたずらしてても実はこういうことだったんだっていうのが結構漫画で分かりやすいかなと思うので、ぜひ皆さん手に取っていただければなと思います。以上、ちょっと待って、その子育てNOWのコーナーでした。
皆さんなどもエンディングが近づいてまいりました、先月から始まりました新番組輝きベビールーム、皆さん最後までお聞きいただきまして本当にどうもありがとうございました。この番組輝きベビールームは毎月第2第4土曜日お昼2時半からお送りいたしておりますので、ぜひ次回放送も聞きいただければ嬉しいです。ミカ先生いかがでしたでしょうか。そうですね、また今回もいろいろミクちゃんに助けていただいて、どうぞどうぞお話ができてよかったです。はい、ありがとうございます。それではですね、輝きベビールームまたお耳にかかりましょう。皆様のお相手は伊藤美香と佐藤美久でした。では皆様、この番組最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。